英語の専門家なのになぜこのチャンネルで英文法をやらないのかと思われる方もいらっしゃると思います。なぜか他のチャンネルで予備校の講師が、きちんと解説しているものがあるからです。私よりうまいと思います。予備校の講師は受験の専門ですからうまく文法を解説していると思います。無料の予備校だからただ予備？文法ならこちら。いう回答が連発するんですよ。can walk gym ってね。これおかしいってわかるでしょ？そうそうそう。あれ変なの？って気づいてる人多いと思いますね。気づいてる。もちろん東大クラスだからこれが変だっていうのは見ればわかるんですよ、彼らは。でも実際書かせたらこういう回答になっちゃう。で、なんでこんな風になっちゃうかっていうと、それは頭の中で日本語を置き換えるからです。あ、ケン、あ、はいはい、してる、してる、ね。歩く、あ、ワークだ、はい、あ、ジム、こうだ、ジムに、はい。こういうふうにやっちゃうわけですよ。でも、この英文はおかしいわけでしょ？どう直す？はい、そうですね。正しくは、can walks to the gym っていうふうに言わなきゃいけないよね。このね、can っていうのが主語って言われるやつですけど、まあ、文の頭に来る名詞のやつですけど、そいつが来てる時っていうのは、そう、習ってるね、これね。なんか、あなた三人称単数現在三単現の S とかって習うやつですね。まあ今はね、そんなに詳しく分かんなくてもいいですけど、まあ簡単に言うと、私でもあなたでもない第三者が出てきて、その人が一人とか一匹、一体、一個の場合、現在のこと話すとき S つけなきゃいけないよっていう、そういうルールなんですけど、でさらにウォークジムとは言えなくて、どこどこに歩いていくよっていう場合は、ワークトゥっていうふうにトゥをつけてやんなきゃいけないですね。これまあ前置詞とかって名前がついてる。で、ジェムっていう名詞があるんですけど、数えられる名詞ってやつですけど、数えられる名詞っていうのは、あとかざが絶対つかなきゃいけないので、よ、そう、頭にくっつけてやらなきゃいけないわけです。で、日本語にはこの三人称単数形の S っていうのもない、前置詞もない、冠詞もないわけですよ。そう、だからさっきのようなこういった間違いが起きちゃうわけですね。 Can walk gym って言ったらなんか、皆さんこんにちは。葉山の簡単カタカナ英会話です。今回は皆様に私の本音を知っていただきたいと思って動画をアップします。とにかく、肩の力を抜いてカジュアルに楽しく英会話を学んでください。その取っかかりになるような動画をアップしてきたつもりなんです。でもそんなに興味を持っていただけなかったのかなと、今ちょっと反省を込めてこの動画を撮っています。で、今回は有名人の方がどうして英会話を学ぼうと思い、また一生懸命勉強して英会話を話せるようになったか、ネイティブスピーカーから見る日本人の英会話の感想、そして独学で英会話を話せるようになったという若い YouTuber の方の動画のヒントになるようなところを端折ってお伝えしたいと思います。Tell me about it. Really? Oh my goodness. Oh my goodness.言語の始まりはやはり赤ちゃんとお母さんの見つめ合って言葉を交わすことから始まります。赤ちゃんを見てください。すごくお母さんを真剣に見てますよね。お母さんの真似をしようと必死に見ている。これが言語の始まりです。Listen to me when I'm talking to you. You gotta learn to crawl. That's not an excuse. But your mom's gonna stop doing everything for you, okay? You gotta learn to crawl because she can't crawl for you. I am not gonna have it anymore. You watch. Why? You watch. Why? Why what? Why? You wanna fight? You wanna fight?He is smart. When I come over here, he's over here. Yes,
We got two TVs. One TV for his, another one for us. 英語と英会話は異なります。違います。英語というのは学校で皆さんがこう勉強してきたようなこのテキストがあって、で1対1では話さないですね。先生と生徒ということで、あのコーラスで覚えたり、まあ、コーラスってみんなで一緒に言うってことなんですけど、そういう勉強法を取りますけれども、英会話というのは1対1だったり、まあそうじゃない場合もありますけれども、相手がいて、そして会話をする、目や鼻、口や耳、いろんな五感を使い、体を使い、そしてシチュエーション、場面で覚えるっていうのが英会話なのです。なので、英語で英会話はできません。この辺で皆さんに考えていただきながら次の動画をご覧ください。どうやって僕ガクトが英語を話せるようになったのかという、はい、世の中には様々な英語教材があります、はい、でもですね、まあ、いろいろ相談を受けるわけです、はい、勉強が長続きしない、あと勉強方法が分かんない、あと勉強して英語は多少分かるのに英語が全く聞き取れない。もちろんですね、一朝一夕で、英語を話せるようになるなんてことはないんですよ、これは。ただし、ポイントを押さえた英語方法をしっかり続けると、まあ、あるタイミングからですね、この英語の、音ですね。英語の聞こえる音がこうぐわーっとこう上がってくんですね。ピューっと聞こえるようになります。でちなみに僕ガクトは英語が話せるようになるまでに海外で の長期の生活の経験とか留学の経験とかは一切ありません。日本で勉強してですね、で日本で話せるようになりました。実際に僕は一番最初に覚えた言語はフランス語から入りました。25歳の時にマリス・ミゼルというバンドでフランスに撮影に行くことになってですね、それがきっかけで海外の言葉を勉強しようと思うようになったんですね。で26歳でソロになりまして、その当時のですね、僕のボディーガードが現役の軍人だったんですよね。誰も日本語がまともに喋れない、これは僕が勉強した方が早いなということで、僕が勉強するようになりました。最初全然うまくいかなくてですね、すっごい大変でした。ところがですね、ある勉強方法をやるようになってから、スピードが一気にダーッと上がるようになってですね、でこれから中国語とか韓国語とかもスピードが上がったんですね、学習の。まあ、海外に住んだから話せるのではないというのはさっき言ったんですけど、まあ、いかに毎日この英語環境を自分で作るかっていうことと、正しい練習方法で練習するのかということ、それをしっかりと確認する環境があるかということがポイントとなります。Thank you for coming. Thank you for coming. Welcome. Have you been? Nice to see you. Yeah. Have you been? Have a seat, please. Yeah. Thank you. Yeah. And actually, when I met you for the first time, I couldn't speak English at all. Yeah, I remember. Do you remember? Yeah. yeah, but the memory of not being able to communicate with you became the biggest regret of my life. So it was the main purpose as to why I wanted to learn English.Okay, now it's good, yeah? Yeah, finally now we can have a conversation without any translator. Okay. Yeah. your main language is not English, you know? No. Yeah. It's Croatian. Mm-hmm. Spanish now more. Uh-huh. But English is okay. Okay. Yeah, okay. Uh-huh.
英語チェックなんですけれども、ボキャブラリー、うん、それからプロナンセーション、うん、グラマー、yes. の3つを噛んでるから、スケールが1と10で評価していきたいと思います。よしき、よしきね。Let's go! It looks like a rock star! Hi, I'm good. How are you? Very good, very good. So, I had a really hard time getting into this Zoom call. So, yeah, very sorry, you know, we got the, some kind of like a technical problem we had. Oh, don't worry about it. He's a rock star, so he probably listened to a lot of songs. A lot of music. And he probably would have studied lyrics. And he also would have had a lot of people in that music industry that are native speakers, and then he talks a lot to them. It doesn't sound like textbook English. Okay. I had a technical problem to get in this Zoom. Yeah, I'm freaking out. Very natural. Pronunciation? I'll rate his pronunciation 7. Very good, especially for a Japanese person. Very natural. For Japanese, it's really hard to pronounce English. Yes. And also, his R's and L's are fine. Technical problem, freaked me out. Everything he said was completely understood, but he's still got a little bit of room for improvement. You know, no one's perfect. So we're here obviously to support Harold and Kumar, the third installment. Have you seen the first two films at all? Actually, this is the first time for me to watch. Okay. So I'm excited about it. Have you heard all the hype behind it and how it's going to be funny and stuff? Oh, yeah. My friend told me that like there's something, do you know White Castle, burger? That's a startup. Yeah, that's actually how I got to know White Castle. Because this film. Yeah, because. You know, are you out in LA for a while? Or are you just visiting? I'm actually moved in, and I'm to work on my album. Okay. Yeah, I'm about to release my single with Jason Derulo. Okay. And used very advanced words, things like hype, which is very native word. Blew up. Chemistry. Which is like, if you don't understand those words, what he's saying sounds super weird. Yeah. Blow up is bakahatsu. Yeah. Chemistry is kagaku. Yeah. So it's like, huh? But behind those words, there's an idiomatic meaning. Yeah. And this fellow here, what's his name? Jin Akanishi. Mr. Jin, that he understood those words and was able to respond. So really good vocabulary. Yeah. Straight up the ball, there you go. 10 years, I mean. 10 years. 10 years. Yeah, it sounds like he spent a very long time there, and he's picked up that very natural English and very natural expressions. Grammar? He sounds like he didn't really study in textbooks. It sounds like he learned all from his friends, and he's thinking. Kimura Takuya. Kimura Takuya. What does he do? He's an actor, and also a singer. Check it out. Let's check it out. Kimura Takuya English. That's anniversary for me, too. Yeah. He's keep doing the shooting film every time, maybe 3 or 4 in year. Yeah, I can't believe it. But this film, that's my honor. So Kimutaku is doing his best. You can tell that he's actually studying. So he has some words like anniversary, honor, which are quite hard words, like quite actually advanced. Yeah, it did sound like he was translating. So it sounded a bit like, honor. Two films a year, like two shoots a year. You can tell that he does have the vocabulary, but he hasn't really practiced a lot. So a lot of the things he has learned is lost. So he would have learned it one time, but he doesn't have time to review, or he didn't review them. So the words that he did learn became lost. Because in English, we have a famous quote, use it or lose it. Tsukamanaito, wasuredeshimau. And it sounds... Can I ask you a question? Yes, you can. Yeah, I heard you're gonna go back tomorrow, right? Yes. Yeah. So, do you have any plans to go somewhere, or is there anything you want to see in Tokyo tonight? What do you recommend? What do you recommend? What about going to Golden Guy? Have you heard of it? Hey, Samuel. There's a old fashioned Japanese small pubs around there.
Yeah, it's so cool. It sounds great. Yeah, it sounds great. Let's get into English. Yeah. Well, first things first, very cool. Here's the thing, guys. A lot of you guys, just like Gex, you guys don't need those super high-level vocabulary. Like big words? Yeah, but big words. You just want to have a conversation like this. Yeah, natural. Hey, what are you doing in Tokyo? You got any plans? Oh, why not go check out Golden Guy? These kind of conversations, you know, just the day-to-day English, because if you use those super high-level words anyway, it doesn't really sound natural. Like, if you do it on purpose. So if it's like super basic word, all of a sudden super high word, it sounds very unnatural. So what I like about Gact is he used very simple words. You know, probably everyone could understand his English, even if you're not super high level. I would rate his vocabulary around, just from this clip, 7. I know that he knows probably those higher words, but he didn't use too many like phrasal verbs or anything like that. It wasn't a scene that he used big words, so... He was just basically talking. It sounds like he's talking to his friend. Yeah. And here's the thing, guys, even like native speakers, we use simple words all the time. But one thing we do use is we use a lot of idioms and phrasal verbs and stuff like that, which are just, they're hard to learn because you have to just remember them. You don't have to like remember big words, like difficult words. Yeah. But you gotta remember like idioms. Yeah. Phrasal verbs. And one thing about Gax's English, maybe he hadn't spoken in a long time in this video, it did sound like he was translating in his head, especially because he had a lot of pauses and then was like, you know. Yeah, you know, which native speakers do anyway, but it sounded a bit like he was thinking first, like, どうやって言う? Gashiko-san was a little bit of perfectionist. Perfectionist. Because he's got his image too, right? So he has to protect that, you know? Yeah. Okay, and pronunciation is the last one. I'm gonna rate his pronunciation pretty good. I'll rate it 8. Actually, really good pronunciation. Yeah, I think all those are you know, practicing that. And also, here's the thing, just like Yoshiki had very good pronunciation, singers learn pronunciation very fast. Yeah. Because their ears are very adapted to picking up sounds and mimicking those sounds. Unlike that. Tones? Tones. Tone and also rhythm. Rhythm is very important. So, yeah, some of the fastest learning students I've had were all singers and musicians. Video, いかがでしたか? この、ネイティブスピーカーの人はちゃんとよく指摘していますね。英語で英会話はできないって先ほど申しましたが、そのことをよく指摘しています。だから英語というとテキストブックから学んだことなので、テキストブックイングリッシュっていうふうに彼は言ってます。で、友達や環境から自分で実際にその英語を話さなければいけない環境に自分を置いて、身につけた英語というのはナチュラル。特にガクトさんなんか褒めてましたね。赤西仁さんもすごく滑らかな英語を話していらっしゃいました。で、英語で英会話をすると、キムタクさん見たくなるんですね。ずっと頭で、って考えなければいけない。その考えなくてもポッってこう英語が出てくるっていうレベルにならないと、ネイティブとの会話はスムーズには行えません。で、日常会話でよく使う英単語っていうのは3000と言われています。なのでその中で賄えばいいわけで、たくさんの英単語を覚えようとするのではなくて、日常会話のその場面場面に必要な英単語を中心に覚えるといい。あと言い回しがありましたよね。先ほどのネイティブの方が言ってた言い回しはイディオム。イディオムっていうのはこれ使うとこいつなかなかできるなということなんですけど、イディオムっていうと例えば A piece of cake 簡単 easy ということ、いろんなイディオムがあるんですね。例えば日本語でもお茶の子さいさいとか、まあこれ古いかな。なんかそういう言い回しってありますよね。そういうもので自分の表現したい感情を表す。これができると、なんかこの人英語をうまく使ってるなっていう、こう、印象を相手に与えます。まだありますのでご覧ください。
That's when step 3 analysis comes into play. I used a Chrome extension called Video Speed Controller to slow down a YouTube videos to 0.2, 0.4 times the normal speed. Slowing down a video makes it easier to understand how those sounds are pronounced. By diligently doing these 3 steps, I gradually improved my pronunciation. 確かにこの方は英語を話していますが、英会話ではありません。相手の方とのキャッチボールがありませんね。で、聞くと発音はそんなにとても良くはないんですけれども、厳しいかな。早口で話すこと、よどみなく話すこと、そして副詞って言うんですけど、absolutely とか definitely とか、そういう副詞をつまり強く言って、これを言うと、なかなか英語が話せるなというふうに相手に思わせるんですね。これらをうまく使って話していると思います。ちょっとここに例を挙げます。今回ちょっと、時間が凝縮しているのでゆっくり説明できませんけれども、例えば1番 Absolutely 間違いなく、これGoogle で英語でよく使う副詞で調べてみてください。 Absolutely 間違いなく、絶対にっていう意味ですね。2番もよく使いますね。 Definitely Definitely、 これちょっと発音難しいんですけれども、 Definitely、 確かに。で、3番は分かると思います。 Basically、 つまり、まあ、基本的なところっていうことですね。4番 Technically、 これあんまり使わないかな。正確にはというテクニックのテクニックですね。で、5番 Seriously、 これよく使いますね。本当にシリアスって真面目という意味なんですけれども、で、6番皆さん察しがつくと思うんですけど、hopefully、できれば、願わくはということです。これらの副詞をうまく使うと、あ、この人よく英語できるんだなっていうふうに思われますし、またこれらの言葉を使うことによって、副詞ですね。副詞を使うことによって自分の感情を言わんとしているところをよく表現することができます。使ってみてください。くださいって英語でどう言うの？Can I have this? Have って言うんだね。Can I have this? もう同じだよ。これはレストランやお店でも使えるよ。いかがだったでしょうか。今回は、いろんな英会話の習得法を載せたので長くなりました。ご視聴ありがとうございます。私の本音としては、なぜ日本人が英会話ができないかということの不甲斐なさというか、勉強してもどうしてもっていうんですけど、教え方が悪いんですね。学校で英語に対してアレルギーを起こさせるようなテストをしたりとかするからこうなってしまうんですけれど、一向に改善がありません。今は小学校5年生から英語を導入してますが、もう小学校5年生から単語の過去形をやって子どもたちはとても困ってるというのを伺いました。もう本当に英会話ができるようになるなんていうのは夢の話です。で、私が強調したいのは、とにかく経験してください。恥ずかしいという気持ちを投げ打って、とにかく相手、外国人の人がいたら、まあでも選ばなきゃいけませんよ。ちょっと柄の悪い人は選ばないでください。良さそうな人と、ちょっと一言でも二言でも、それから会話が始まって少しでも、あ、今日はちょっと長く話せた。あ、今度はこうしよう。自分を、ガクトさんじゃないですけど、自分を英語を話さなきゃいけない環境に置くということです。とにかく、自分の英語を相手に投げるっていうことをやってみてください。
もう少し登録者数が多くなったら私も皆様にお声かけしたいんですけれども、なかなか数が少なくてそこまでするちょっと気力がありません。もう500とかになったら頑張ってやるんですけれども、そこまでまだまだ遠い数字なので、どうか登録やグッジョブをよろしくお願いします。 I see you later。 もしリクエストとかわからない、こういうのことが知りたいということがあれば、本当にコメント欄、本当コメントもらうのとっても少ないんですけど、いただいたら必ずお返事しますので、どうぞコメント欄に記入してください。 I see you 今度は本当に I see you later, bye.